フィードリーダー、またはフィードアグリゲーターは、ブログや、ポッドキャスト、ニュースサイトなどが配信するフィードを取得、購読するためのアプリケーションソフトウェアの総称。フィードのファイルフォーマットとして、RSS が先行していたことから、現在でも、RSS リーダーと呼ばれることが多い。英語圏では、ニュースリーダーや、単に、アグリゲーターと呼ばれることもある。ウェブ上にある、 様々なフィードを取得し、フィードの管理を行うのが、フィードリーダーの役目である。ここでは、フィードリーダーの一部を列挙する。パソコンにインストールして使用する形式のフィードリーダー。以下のようなものがある。独立型ウェブブラウザ、電子メールクライアント型キソンのウェブブラウザや電子、メールクライアントに初めからアグリゲーター機能が組み込まれているもの。ティッカー型デスクトップや、 タスクバーに常駐し、最新のフィードが取得できた場合にポップアップやテロップなどの形式で通知する。既存のウェブブラウザや電子メールクライアントなどにアグリゲーター機能を付加して対応させるもの。専用のウェブサイトにフィードコンテンツを登録し、蓄次アクセスして最新のフィードを購読できるようにする。ウェブサイトに登録するため、ウェブブラウザが利用可能であれば、自宅、会社、 外出先など環境を問わずに利用可能である。ブログパーツとしてブログに組み込めるタイプもある。ブックマークレットとしてブックマークするタイプもある。サービス提供型サービスの提供を終了したもの、サーバーインストール型携帯電話アプリ、携帯電話アプリで閲覧できる、フィードリーダーを列挙する。通勤、通学中などの移動時に使用することが多い。自宅に帰ってから、 ウェブブラウジングを行う前に見たい記事を絞ったりという使い方が一般的。メール配信型2006年10月3日に RSSI から b i に変更されている。携帯版リバドールリーダーのサービス終了のお知らせ。2014年12月26日へ閲覧。ありがとうございます。